皆さん、こんにちは。メディアお茶の加瀬子と申します。個別株投資は危険です。やめた方がいいですって散々言ってましたけれども、とんでもないことが起きておりますということで、めちゃめちゃ急騰していた桜インターネットがですね、1日で約半分近くまで値を下げてしまっているということで、個別株ってこういう恐ろしいことがあるので、まあもちろんだからこそ儲かるチャンスもあるわけですけれども、まあ素人が手を出すと、まあ大体負けるよねっていうことで解説をしていきたいと思います。私まあ、桜インターネットですね、なんかツイッター見てて、やたら出てくるんですよ。桜インターネットすごい、桜インターネットすごいって、ツイッターのトレンドで出てきて、何かと思ったら、めちゃめちゃ上がってたんですね。これ見ればわかりますけれども、2024年の1月時点で2000円ぐらいだったのが、わずか2ヶ月で1万円5倍ぐらいに増えたわけです。まあ、そりゃ皆さん喜びますよねっていうことで、その2000円が1万円になるってことは、まあ、20万買ってたら100万ぐらいになるわけじゃないですか。これはそれはね、それ喜びますよねっていうことですけれども、それがですね、一挙に、急落ということで、3月8日に1万270円だったのが、これ3日空いてますけれども、土日挟んでるので、まあ、翌営業日ですね。だから1日、1営業日後はいきなりもう6620円、そして現在は5620円まで、まあ、約半分ぐらいに下がってしまっているということで、もうこういうことが起きるのが個別株なんですよっていうことなわけです。いや、そのインデックス投資をしていれば、いくら株価が下がっても、1日で半値とか40%下がるとかっていうのは、まあ、なかなかないと思うんですけど、まあ、こういうことをするとですね、まあ、本当に危険ですよということで、個別株投資は、だからさっきも言ったように、うまいタイミングで買えば、20万買って100万になるっていう、だから5倍ぐらいになるみたいなことが可能なわけですけれども、だから逆に言うとその逆もあるわけですよ。で、皆さんはなんかもうああいうチャートを見ると、低いところで買って高いところで売れると思っちゃうわけですよ。だけどそんなことできないんですよ。これ やればわかりますけれども、これ見ると一番低いところで買ってここで売ればみたいに思うかもしれませんけれども、低くて低迷してる時なんて誰も買わないですし、で、こう上がっていった時になんかいいかもって言って買って、上がっていって下がっちゃうってこともありますし、あとはね、安い値段で買って、ブワーって上がってる時って、まだまだ上がるかも、もっと上がるかも、今売るのもったいないって言って売れなくて利益確定できない間にバーンって下がっちゃって、結局トントンになっちゃう。まあ下手したら赤字になっちゃうっていうことになるわけで、本当にね、個別株はね、やめた方がいいですよ。やめた方がいいっていうか、ギャンブルしたいんだったら個別株すればいいわけですよ。5倍になるかもしれないし、5分の1になるかもしれないっていう世界戦で戦いたいんだったら、やればいいですけれども、まあ、それはもはや資産運用じゃなくてギャンブルだと思うので、いやー、まあ、本当にね、個別株投資は危険ですよと。で、あとは、まあ、要は短期の投資は危険ですよということで、まあ、別に桜インターネットね、これ半年になっても、いや、私はこの企業を信頼して20年ぐらい持ってるつもりなんだみたいな人は別にいいわけですよ。別に半分になろうが、いや、私は20年ずっと持ってるんだみたいな話ならいいわけですけれども、まあ、短期で儲けようっていうのはみんな考えていることで、そう簡単にはいかず、皆さんが損しているから誰かが得をしている人もいるという、そういうゲームなので。まあ、なので、ギャンブルしたい人は、個別株投資すればいいですけれども、いや、ギャンブルはやめた方がいいんで、その、ギャンブルでこんだけ値動きが激しくて、ギャンブルやるんだったら、もはや個別株じゃなくて、ビットコインでもやればいいわけですよ。ビットコインの方が値動きの幅が大きいので、まあ逆に言うとめちゃめちゃハイリスクでめちゃめちゃハイリターンなわけですけど、まあ短期で儲けたいんだ、短期で儲けたい投機的ギャンブルをやるんだったら、値動きが激しいものをやればいいわけで、まあ個別株なんてね、まあ今回はそういう、なんていうか、市場全体、まあ、日経平均もバーッと下がってみたいなところで影響になりましたけれども、なんか突然社長が不祥事を起こしましたとかね、
突然なんか M&A されましたとか、なんか突然なんか法的な規制が入りましたとか、そのわけのわかんない突発、読めない突発事項で、個別株なんていくらでも潰せちゃうわけなので、まともな投資をしたい方は、個別株は本当にやめてほしい。インデックス投資して、もうね、100企業ぐらいに分散とかされていた方が、一つ半分になる方が別にそれほどね、市場全体が下がっても、それほど大きな影響を受けることはないと思いますので、個別株投資危険だよっていうのを一つの、事例に、ね、桜インターネットマン。まあ、ただギャンブルやりたい人はね、こんだけ急騰すればいいですけど、でも本当にギャンブルやるんだったら個別株バカらしいですよ。FX もバカらしいですよね。値動きの激しいビットコインにすればいいっていうだけの話なので、ギャンブルやりたいんだったらビットコインやればいいし、まともな投資やりたいんだったら個別株は、いや、よっぽどもその企業が好きでもうずっと30年応援してますみたいなことで買うならね、それで個別株ならいいですけど、儲けるための個別株っていうのは、まあ本当に、まあこの桜インターネット見ればわかりますけれども、やめた方がいいんじゃないかなと。で、バーッと上がってて、ああやってストップ安みたいになって、もう半値近くになったら売れないですからね。売れないですから。だから本当にね、あと、やるんだったらもう早めの利益確定をしない限り、まだ上がるんじゃないかと思ってるうちに、あっさりやられるというのが、投資の常かなというふうに思います。個別株投資の危険ということで、桜インターネットの事例をですね、出しましたけれども、こういうもう桜インターネットみたいな銘柄で損してる人は投資に不向きってことなので、もう積み立て投資でインデックスファンドとかに投資してればいいんですっていう反省にしないと、もっとまた別のことで大きくやられちゃうんじゃないかなというふうに思います。